去年から進められている吉野ヶ里遺跡の謎のエリアの発掘調査。今年4月には弥生時代後期の有力者の墓とみられる石棺墓が見つかり、大きな話題となりました。石蓋を持ち上げる作業が慎重に進められています。棺の中からは人の骨や副葬品は見つからなかったものの、有力者の墓で見られる赤い顔料が見つかりました。また石棺の長さは 1.8 メートル、内側の幅が36センチでした。長年吉野ヶ里遺跡の研究や発掘に携わってきた高島忠平さんは、棺の大きさから考えて副葬品があった可能性もあると考えています。当時の女性 の身長というのは1メーター50センチ前後だから、かなり余りがある。その余りあるところに残らなかったけど、その女性を象徴するような副葬品があったかもしれない。今回は石棺墓の周りなど謎のエリアの残りの4割が来年2月頃まで調査される予定です。発掘というのは地下一寸が闇だから、何が出てくるか分かんない。一つのロマンと楽しみですね。調査の再開初日は石棺墓の周辺が慎重に掘り進められました。その様子を一目見ようと県外から訪れた人も。昔のものだから見つかりにくいと思うんですけど、またきっと何かが出てくると何かが明らかになるのかなとは思うので、なんか興味深いですしね、可能性を感じるというか。謎に包まれた邪馬台国の解明につながる新たな発見があるのか関心を集めています。これだけ反響があるんだというのはちょっと驚いたというのはありますね、はい。まあ、実際こう邪馬台国自体がどういうふうな世界だったかという知る、そういった材料にはなると思うので、まあ、そういったところではその研究が進むような材料が出てくればなと思っています。